マイナス -966、または3アミノマイナス -1 ヒドロキシピロリジンマイナオンは、グリシン受容体、ナムダガタグルタミン酸受容体アンタゴニスト、抵抗力、パーシャルアゴニストとして、研究主役として用いられる分子である。動物モデルで、神経防護作用、抗転換作用、抗不安作用、抗、侵害受容、鎮静、睡眠作用等を示す。 1960年代初めに行われた初期臨床試験で衰退外路に由来する震えの患者に効果があることが示された。ハマイナス966の2つのエナンチオマーは異なる薬理活性を持つ。グリシン、ナムダ受容体アンタゴニスト活性は R エナンチオマーに固有である。一方、鎮静作用、運動失調は S エナンチオマーに固有である。R は -966 は、生理食塩水からフェンサイクリジンを区別するよう、訓練されている動物において、薬物に対する反応を誘導しなかった。これは、グリシン受容体リガンドの R、は -966 がナムダ、受容体複合体の4チャンネルに影響を与える、薬物とかなり異なるプロファイルを持つことを示している。S、-966 は、 ガンマヒドロキシラクサン様物質、ガンマブチロラクトン様鎮静薬と言われることもあるが、ギャバブ需要体とのアフィニティは示さない。ありがとうございます。